さて武田邦彦の本当の話番外編深い話が全7回で今回あの井出理恵子先生を迎えして5回のジャースがついつい7回になったね。7回になったんです、はい、ということで、はい、この回はこの時間は、はい、まあ、また先生が別な角度でまたお話をしようということで、はい、そうですね、はい、時間を設けましたけれども、まあ、せっかく玉敷神社の境内でお話ができると、はい、そうですよね、井戸先生もおられると、はい、いうことでちょっと僕の感想って言います、感想って、はい、井戸先生のお話になったことの感想じゃなくて、はい、私の考えの感想みたいなものを述べたいと、はい、まあ、リラックスして、はい、桃子さんも時々チャチャ入れてください、うん、チャチャ先生に入れるんですが恐れ多いでございますよ、ね。はい、ですね、私はまあ、ちょうど戦後に戦中に生まれましてね、戦中に生まれて、まあ、気がついたら小学校ぐらいな感じだったんですね、うん、あの頃はもちろん配給で、しかもうちの私の親父は大学の数学の先生でしたから、うん、全く世間的な能力なし、しかも配給しかなしということで、うん、普通のサラリーマンやってるような人はですね、まあ、お父さんが割合といろんなところからいろんなお米を少しもらうとかができたんですが、はい、うん、親父は非常に明治生まれのそういう日本人の精神みたいに持ってましたから、まあ、国が負けたからしょうがないと、今週は砂糖なら砂糖だけを食うと、うん、お砂糖だけですよ、ご飯にお砂糖入れて砂糖と、芋が来ると芋だけ、スケソウダラとスケソウダラだけ1週間ごとに来ましたね、うん、まあ、そういう生活をして、小学校の頃は靴下もちろんないから短パンしかなかったんですね、だどんな寒くても短パンで学校に行って、はい、もちろん学校もほとんどが焼けてますから、うん、午前組午後組夜組っていうふうにですね、まあ、校舎のある体積しか使用できませんからね、まあ、そういう生活をして、まあ僕は体非常に弱かったんで、高等学校はほとんど行けなかったですかね、何しろ座って本が読めないんですからね、母親が書券機つのを買ってくれて、はい、でこういう寝ながらこう読んだっていうのは、そんな生活でしたね、はい、まあまあ大学に行っても結構休みながらで、ずっとまあ病気は42ぐらいまで結構弱くて、お酒も飲めないと、スポーツもできないと、まあ、こんな感じだったんですが、まあそういう中だったから、それで技術者としてやって、原子力やって、どうもこれは失敗したなと思ってね、原子力やるときは、その NHK がね、受信料を払ってる NHK がね、嘘をついたわけですよ、あと30年で石油がなくなると、はい、後からその僕が非常に詳しくエネルギーの専門家になって考えると、もちろんそのとそれからなって僕が英語の本なんか読み始めると、もう NHK は分かってて言ったわけですよ、嘘をね、ついた、で、まあ、人の、人生をね、そういうふうにこう壊してよく平気なもんだなとこう今でも思ってるんですけどね、まあ原子力やって、その後ちょっとこれ長くなりますから今日話しませんけど、会社はまあ非常に好調で楽しくやってたんですが、50歳で辞めて、まあ、50から100歳の人生を新たに始めると、まあ、いうことで全然別のあれをしてるんですね、はい、その中でね、僕がね一番苦しんできたことってのは何だったかっていうとですね、うん、はい、やっぱりヨーロッパの学問を勉強したってことなんですよ、うん、ヨーロッパの学問っていうのは、近代学問ってのは非常に精緻で、はい、論理的で、うん、分厚いし、うん、全然日本と違うんですね、うん、例えば同じ物理学の本でも、日本の本っていうのは直接もう軌道計算を始めるね、弾丸の軌道計算、それから物を持ち上げる計算するという、そういうのがまあ日本の物理の教科書でもあり本でもあるんです、うん、ところがヨーロッパの本は最初に50ページぐらい、だいたい50ページぐらいですね、そのものが取り扱う哲学がまず書いてあるんですよ、はい、物理学でですよ、うん、これはこういう現象を取り扱うんであって、考え方はこういう考え方だってやられちゃうわけ、そうするとね、日本人ってのは今でもそうだけど、人に言われると頑張ってやるんだけど、自分で考えを作るってことできないから、うん、そこでうっかりそれに染まっちゃうんですね、僕もそうでした、で僕の先生の東大の先生なんか、まあ、立派な先生山ほどいたんだけど、やっぱり基本はそうなんですよ、だから技術は非常に高くて、学問のレベルも高い、ノーベル賞も取れる、だけども根本からやるってことはないんですよね、うん、例えば共産主義という主義があって、はい、
ソビエトという国があると、うん、日本人って面白くてね、共産主義という主義があって、ソビエトは共産主義だと、うん、こう理解しちゃうんですよ、うん、ところがね、あのヨーロッパ人とはなかなか偉くてね、うん、共産主義と言ってるけどあれは主義なのかとか、うん、ね、うん、あれはあの共産党っていうのはあれ共産党なのか、うん、暴力集団がソビエトを占領してるのか、どっちか分かんないって、そんな感じなんですよね、うん、スタートが、うん、だからもうその後のやつは全然差がついちゃって、日本人の学者って全く追いつかないんですよ、まあ、そうこうしてるうちに、まあ、井戸先生もそうですし、まあ、そういう方ですね、お坊さんなんかもそうでしたし、それからいろいろ歴史家でも基本的に考える人、それから宗教家では谷口正治さんとかね、日本人であっても非常に違う角度からものを考える人がおられてね、それをずっと勉強してきて、今77なんですよ、記事もね、はいはい、めでたく、すごい年取ってしまう、私の父とほぼ同じ世代ですから、あ、そうですか、はい、それで、最近になって72くらい超えてからかな、うん、かなり違う考えをするようになったんですよ、ね、うん、それは何かっていうと、どうも自分の今まで考えてきたことっていうのはヨーロッパの学問体系の中で、日本の文化とか学問とかやるべきことを考えてきたと、ね、うん、まあ、よく今から5年ぐらい前よく言ってたのが、男女平等というのは日本には存在しないと、うん、なぜかというと男女が不平等であったことは日本にないからと、うん、ところがヨーロッパは男女が不平等だったんで男女平等という概念が出てきたと、うん、まあ、こういうのはですね、今まで自分の価値体系の中とか論理体系の中ではないことが、まあ、思いついてきたっていうか、うん、それでまあ随分考えてきまして、まあ、原発事故なんかもありましたから、うん、環境問題なんかもありましたね、はい、まあ、そういうのがいろいろそういうことを考えるきっかけになったと、うん、で今でもですね、実は東大教授もはじめとして、もちろんマスコミなんか全部そうですが、ヨーロッパの基準で日本を見るんですね、うん、そうするとこの前あるテレビで日本の宗教っていうのはこういうもんじゃないかっていう話をしたら、うん、あ、それは日本の宗教は一神教じゃなくて多神教なんですねと、うん、一緒の人が答えたんで、あ、はい、一神教とか多神教っていうのはヨーロッパの宗教の概念であって、うん、日本には一神教と多神教ってありませんよと、うん、まあ、こういうふうに答えた、はい、つまり、この番外編でちょっと私が言いたいのは、現在我々がこれはこうだあれはああだと考えてるのはヨーロッパの文化の体系の中で日本文化を解釈しようとするので、うん、はい、異質の文化を異質の文化の論理で解釈しようと思うと間違うということで、今まあ一生懸命になって僕自身が日本の文化というのは一体どういうもんだろうかと、まあ、いうことの体系づけをしなきゃいけないわけですね。こちらも体系づけしなきゃいけない。で、まあ最近は縄文時代の文化を、まあ、縄文時代の文化って先ほど前に井戸先生が言われたようにね、あの物に書いてあるやつは文化として残ってるんですけど、うん、縄文なんていうのは文化に残ってません。しかも縄文時代は少し海が低かったんで、縄文時代の平野の遺跡っていうのは今は海の下にあるんですよ、うん、でそれが出てこないから、まあ、何も手がかりがない、まあ、3万年も続いたわけですから、まあ、その長さによっていろいろあるんですが、まあ約3万年前から縄文っていうのがあって、それで DNA 鑑定がかなりこの頃進んできたんで、まあそういう意味での僕の印象は、今まで陸地を渡ってきたと思ってたけど全部海から来たんだなと、全部っていうか、まあ9割ぐらいは海から来たんだなと、でむしろ文化っていうのは日本から朝鮮半島の方に行ったんだなと思ったりしてるんですけど、それはまだDNA 鑑定が少なくとも全部は出てないので、はい、これからまた補正しなきゃいけないと思うんですね、うん、でまあ、これから本題なんです、うん、今までが前置きなんですね、はい、ブログですねそれで、うん、今はどう考えてるか、それで、まあ、井戸さんにちょっと今日残っていただいて、はい、撮影の後ですね、少し井戸さんのコメントを聞きたいと、うん、それでおそらく井戸さんは全然違う、僕と違うこと言われるでしょうけど、それによって僕の考えを少し進めたいっていうのが、うん、まあ、僕の希望ですね、はいはい、日本人がですね、
まあ、これはまあ井戸さんの方がずっと深く長くやっておられるので、僕の方は見当外れのことは本当あると思うんで、それでこういう時間を取ってるんですけど、日本人が縄文時代、はい、もちろん神道とか神様とかなな、お寺お神社とかそれも全くない、うん、イエスキリストじゃなくてお釈迦様は、まあ紀元前500年から600年ぐらいですから、まだお釈迦さんおられない。ゾロアスターが紀元前1000年だから、これもいない。まあもし地球上に神様的なのがあるとしたら、エジプトのアラーの神ぐらいで、あ、これもない。これあのだいたい今から6000年前だから、これもないですね。ですから、その当時日本っていうのは、日本人っていうのはどういうことを自分たちと違う存在として気がついたかっていうと、これ全く僕の 100% 推定なんですが、自然と神様だった、あ、じゃあご先祖様だったと、こういう結論に達したわけですね、はい、なぜかというと、自然、つまり山、川、海、それからまあ平野、太陽、月、こういったものから自分たちができたと思ったんだろうと思うんですね、うん、自分たちは何からできたんだと、うん、時系列的にはっきりと、例えば哺乳動物ができてそこから人間ができたっていうようには考えなかったと思うんですけど、うん、おぼろげながら、そういう感じになって、お天道様の下では嘘をつかないと、まあ、いうような思想ができた。こういう自然をゆっくり観察した国っていうのは世界にはあんまりないんですね、うん、なぜ自然をゆっくりと観察したことがなかったかったら、日本は自然が自分たちを守ってくれるんです、大陸の国は自然が自分たちを襲うんですね、うん、常に自然は襲う。だから日本は自然と共存するという考えができて、他国は自然を征服するという、そういうその関係がまず最初に築かれたんじゃないか、縄文時代、はい、それによって今度はどうなったかというと、それじゃあ日本の場合は太陽も山も川も海も、熊もあの狼もウサギも虫けらも、これはみんな同じだという結論に達して、完全にこう平等思想というのができたと、うん、僕なんかそれでも今でもまだ平等思想を持っておりましてね、うん、道路歩いて下にアリがね、歩いてるとね、避けて通るんですよ。その有名なやつが加賀なんとかっていうのが歌った、朝顔に鶴瓶取られてもらい水ってありますね、うん、朝顔と自分とは同じなんですね。自分が水飲もうと思って鶴瓶を下げると 朝顔の鶴が切れちゃうから、それはまずいと。でこういったその人間と植物、動物、鉱物、物、そういったものが同じであるっていうのは、中国にも中東にもヨーロッパにもその思想がないですね、うん、人間がなぜ一番頂点かとか、うんうん、万物の霊長かと、うん、こういうあの霊長はいくらでもあるんですが、はい、そういうのはないと。だからヨーロッパの人は車のバンパーを傷つけて何が悪いんだと、うん、俺は傷つくためにあるんだと、こういうわけだけど、日本は愛車のバンパーでも傷ついたら劣化のことがいいかってね、俺の可愛い車のバンパーって、いやいやあれは傷つくためにあるじゃないですかっていう概念がない、まあ、それが一つですね、はい、それからね、これはねちょっと難しいんですけどね、天皇陛下が男系男子相続である、これは Y 遺伝子が、ずっと男の場合は劣化せ、あ、違う、劣化するんですけど、そのまま親父から息子に伝わるんだっていうことを知ってたんじゃないかと思うんですね、うん、その知ってたのはもちろん、今みたいに遺伝子はもちろん知らないから、その社会の形態だとか人物を見て、どうもこれ男じゃないと血筋ってダメだなということに気がついたんじゃないかと思うんですね、うん、だから現在女系天皇とかそういうのが男女の平等に反するって全然視点が違うんですね、うん、そういう問題じゃないってことをまあテレビでも随分言ってるんですが、それからもう一つはあの古事記をね、あれは古事記を直接読んで、古事記って読んでも半分は分かんないんですけど、古事記という解説読んでも面倒くさくてなかなかよく分かんないんですけど、イザナミイザナギがね、そのセックスして、日本列島を生んでいって、それから人間を産もうとすると、ヒルコっていうのかな、奇形が出てくると、
でこれはあの夫婦のセックスは男からオスから行かなきゃいけないのにメスから積極的に行くと奇形が生まれると、とも書いてあったような気がするんですね。で上の神様からちゃんとセックスの時はイザナギから行けなさいって言われて生まれたのがアマテラスオオミカン。少しあの記憶に違いがあるかもしれないけど、まあ大体およそそう感じてる。その他にもいろんなこう自然だとか生物、それから男女オスメス、これらの記述を見るとね、非常に現代科学でほとんど同じなんですね。現代科学では12億年前にできたオスとメスは現在ではメスから行くと奇形児が生まれるので、奇形が生まれるので現在生きているオスメス、あの両性生殖動物は ほとんど全部だと思うんですけど、ほとんど全部がオスから積極的に行くんですね。まあ、有名な話でカマキリなんか、セックスが終わってからメスがオスを食べちゃう。力関係はメスが上だと、だけどもセックスの時はメスはじっとしてるんですよね。でこれはだからもちろん遺伝学的に言えば淘汰されて、もちろんそのオスメスができた時は、メスから行く生物は動物はもちろんいたわけですが、それは奇形の比率が高いんで12億年の間亡くなってしまうと。しかしその頃、まあ、そういった話は古事記に書いてあるったって、古事記は700年頃できたもんですけど、長い伝承に基づいてますからね。だからまあ縄文時代に知ってたかどうかは別にして、かなり古い時代から自然の観測とか、それから男女の関係の観測をじっくりした結果、そういう結論ができて、それをもとにしてそういう生殖っていうかな、生殖の知識をもとにして、実は自分の 親は2人だと、じゃあその親の親は4人いると、親の親の親は8人いると、2の N 乗ね。そこの2の N 乗をちゃんと計算するとですね、まあ、大体1000年ぐらい経つとですね、日本人全体が兄弟になっちゃうんですよ。つまり日本人全体の人数だけの親が必要だってことですね。じゃあ隣にいる縁もゆかりもない人は実は1000年遡ると違う兄弟だと。それに気がついたんだと思うんですよ、僕。その気がついたので、まあもちろん縄文時代が3万年とするでしょ。したらもう3万年いるわけだから、あのずーっと混ざっちゃって、それでこれは祖先というのはみんな一緒なんだと。だから自分を作ったものっていうのは一つは自然であり、一つが先祖なんだということで、自然とご先祖様2つを神とすることにした、それからね、そういうことに基づいて団結っていうのかな、団結じゃちょっとおかしいんだけど、同質だってことに気がついたわけですね。もう自然も同質で、隣のややいかがわしいのも同質、全部同質だってことが分かって、それで差別感がなくなっちゃったね。僕の考えですよ、はい、だから外人が来ても、もう仏教が来ても、なんか変な文化が来ても、別に区別しないんですよ、ただ受け入れるのがちょっと抵抗あったのがキリスト教かなと思ったりはするんだけど、まあ他のは大体受け入れて、例えばまあユダヤの人が国を追われてきたこともあるんですね、まあ一説によるとこれも当てんないんだけど1万8000人で、日本だけなんですね、あの世界であのユダヤ人をが日本人になっちゃったと、誰もすぐ日本人になっちゃう、それで他の異文化も全部日本文化になっちゃうというね、そういうその同化性っていうんですかね、そういうものも非常に深いレベルで達成したわけですね。だからそれがでゆえに、じゃあ今度ね、まあ大体今から2000年前ぐらいになって、その時代にはもうそういう縄文文化っていうのは完成してて、そしていよいよ国が結構大きくなってきたから、関東にも大きかったでしょうし、九州とか畿内にもあったでしょうね。そうするとやっぱりなんか国の体制が必要だと。またここに優れ者がいてね、天皇陛下っていうのを一人だけ作ったと。で普通の国はね、貴族社会とかね、武家社会とか僧侶の社会ってこういうのを作るんですけど、はい、日本は作んなかった、いや
これは言うとすごくバッシングされますが、まあそうで僕の考えでは天皇陛下だけ一人作った。一人だとね身分制ができないんですよ、うん、天皇陛下一人だから。で天皇陛下イコール国民にして国民全部、それで武家階級とか貴族階級とか僧侶とかいうのは天皇陛下が指名して、ね、任命して作るようにした。天皇陛下の任命された人というのは天皇陛下よりか下ですよ。それはね、任命してるんだから、うん、ところが国民は我が子なんつってるから、天皇陛下は我が子ってことは一緒ですよ。そうすると天皇の子供としての国民、この下に任命された征夷大将軍とか太政大臣がいる、こういう構造をね作った。ところが誰かがこう言うわけですよ。そんなこと言ったって天皇陛下が偉いって誰が決めたのって言われちゃうので、うん、系図を作ってね、うん、天照大神こう五代目が神武天皇、うん、いや天皇陛下だけがね天照大神の子孫だから、他のなんか、まあ、藤原も少しそうだったかもしれないけど、まあ成り上がってきて出てくるような太政大臣は俺たち変わんないじゃないかと、うん、こういう思想になって、うん、それでこの前の戦争の時に兵士が死ぬ時に言葉2つしか思い浮かばない、一つが天皇陛下、天皇陛下万歳、うん、お母さんありがとう、うん、この2つ、ね、こういう構造の社会を、まあ、作ったわけですよ、うん、そうするとね変なことがいっぱいあるわけですよ。要するに、男系に Y 遺伝子が伝わるということはなぜ分かったかとかね、うん、メンデルよりかずっと前ですからね、うん、これでねおかしなことはいくらでもあるんだけど、どうもそうらしいと。だから戦争極端に少ないんですよ、うん、あの日本のことしか知らない人はね、うん、変なこと言うんですよ。いや僕は日本は外に侵略で出たことないなんて言うとね、うん、豊臣秀吉が朝鮮行ったじゃん、はい、いやそんなのは2000年の歴史で1回だけだ、そんなんじゃないんだから、イギリスとかフランスなんつったらさ、うん、いやもう中国なんつったらもう日常茶飯事やってる。でそういう特別な日本っていうのができて、日本の文化っていうのがものすごく優れてた、うんうん、まあ今でもその名残はあるけどそうだったということになった。でヨーロッパと全く違う、だから日本が非常に強くてモンゴルが来ようとなんだろうと全部やっつけちゃったけども、明治時代で1回、うんうん、それから大東亜戦争で負けて2回目、かなりヨーロッパかぶれが出てきて日本文化をダメにしてんじゃないかっていうのが第1話ですが、井戸先生いかがでしょうか。どこから話いいか分かんないですが、まず一神教でも多神教でもないというところで、縄文時代に、あの人たちが何を信仰してたかっていうと、まあ、土器とかそういったものからしか見ることはできないんですが、うん、おそらく火と水だったんじゃないかなっていう、うん、でその火と水の、を形にしたものが渦巻きだったんじゃないかなと思うわけですね。でそういえば昔雷とか言っておられましたね。雷はそれはねもうちょっと後になるんですが、裾がピカピカに光った着物を着ている神様ですね、うん、多分最初は火と水だったんですね。だから火と水を使うもので土器を作るっていう、うん、火と水と両方で作る、土器を作る。で土器は火と水が統合された形なのでそれを祀る、うん、そこにつける文様は火と水の象徴たる、渦であったり、こういう、ね、曲線だったりとかするわけですね。でそれがちょっとずっとこう、でもともとその人というのが昔よりも物に心を寄せるとそのものと同化するということがあって、それも自然であってもそうですし、物の中日本人もそう、多分ねその物に心を寄せるとそのものと完全に一体化するっていう感覚っていうのがあるんですね。でそれはいろんなこう宗教の中でもそういう瞑想法みたいなのもあるんですけども、そのものになりきれみたいなことがあったりするんですが、動物もそうで、動物例えば能力の脳という感じですね。あれはね熊がねこういうふうに立った形なんですね、うん、で熊がこうやって立った形、だからそこに心を書くと熊になる、非劣化、下劣化ですね、劣化なんですけど、
それでこの熊が立った形に能力のって言った時っていうのは、熊がこうやって立った時に何を受けたのかみたいな、うんうんうん、それは雷だかもしれないですよ。なるほど。なんか受けたんですね。受けると普通に能力ってそういうもんですね。何かが取りなんかそこにこもるというか、うん、技とかそういうのなんで、能力って才能とか、だからなんかこういう形っていうと、その熊にそれを見たというのは、熊というのは、まあ、冒頭にも話しましたように、その、人間とあの世との境にいるものを熊というんですね。日本語では熊っていうのは熊取りの熊だったりとか、熊野の熊とか熊本とか、みんなあの世とこの世の境のことを熊と言って、でその境を守るものが熊だったんですね。だから境からは絶対出てこないっていうことだったんですけど、まあ、最近は出てきますが、まあ、一応そういうもので、そのものがこういうふうに型をして、要するに神様とかそういう私たちがわからないものが降りてくる瞬間を熊に見たんですね。そうすると熊とか動物のことを真似ようとするんですね、人間って。で熊や動物の形を真似ようとすると、そのものから、その動物の、利点というか特徴というか良い部分をですね、体に継承するようになるんですね。それが太極拳とかそういったところ、分かりやすく言うとそういったところにはいっぱい残ってるんですけど、そこで、旭山動物園の小菅さんっていう、まあ、園長さんですが、前にちょっとお話ししてたのを聞いてたんですけど、人間ってものすごい、もう本当に有史以来動物園って作ってたらしいんですよ。なるほど。もうって思うぐらい古い時代から動物園を作ってた。で、それ何で動物園を作ったかっていうと、動物を見てて、その動物の力とか霊力みたいなものを受け入れることによって、体の機能を進化させたっていうのがあるんですね。まあ、そういったところから、まあ、能力の脳っていうのもそうだったんじゃないかと。だから、動物をトーテムポールにするということが、はい、民族の中では割と早い時代から起きていて、それは熊や狼や、そういうね、鷹みたいなものとかね、だからエジプトの神様方ってみんなね、動物とかハヤブサとかね、そういうのだったりとかするわけですけども、でそういうところでもう一つ重要なのは蛇ですね。蛇、蛇は脱皮して若返っていくっていう話をしましたが、蛇はじゃあ携帯模写して何なのみたいなところがあるわけですよね。蛇は携帯模写してもあんまりなんかちょっと人間にはそぐわないところがあって、じゃあ何だったかというとですね、蛇はね、脳なんですね。なるほど。でこれはね、間違いないなと思ったのは、縄文ヴィーナスとかって頭ここにパカンと割ってるんですね。頭パカンと割ってここに脳を描いてるんですよ、蛇描いてるんですよね。それからあと蛇が乗っかっている、頭の上に乗っかっている縄文時代の、縄文土器みたいなもの、縄文土偶か、みたいなのも残ってたりとかするんですね。で頭の中に蛇がいるっていう状態、これは脳みそが蛇と似ているからっていうことと、あと蛇は知恵があるっていうふうに思われているところ、そこはちょっとつながるんじゃないかと思うんです、でなぜかというと、例えばぬかずくって言いますよね、ぬかずく、ぬかっていうのはここで蛇のことなんです、蛇を扱う人たちのことをぬかとって言って、ぬかみこっていうんですね、ぬかんこって言って、それはまあ鏡の大きみとか、ぬかたの大きみっていうのはぬかんこだったって言われてるわけです。それは蛇をこうなんかね、祀って、蛇を祀って知恵をね、こう受け入れるみたいなところがあったりするんですけど、でそれがね、この時代をこう経ていくと、弁財天の頭の上に蛇がいるんですね。で弁財天は、ここ蛇はね、ウガシンといって、蛇のとぐろを巻いてる上におじいさんが頭があって、で弁財天は仏像の神様だけど、この宇賀神はどちらかというと日本の神様なんですね。だからこれ神仏が集合しているので、明治時代に全部壊されていくんですけど、ここの中に私は日本を見るんです。なぜかというと、中世の頃にこの弁財天信仰というのがすごい盛んになっていくんですけど、周りが湖の上に島があって、島があって向こうから上がってくる太陽、これをですね、弁財天と見てるんですね。要は
あの宇賀神っていうのは、まあ秘仏っていうか、あの古文書とか中に入ってるんですけど、宇賀神は眩しすぎて見えない神様なんです。要するに太陽を表してるんですね。これがゆくゆく鏡、鏡っていうのはカカ様が見ているっていうことで、これカカっていうのは山カカシとかそういうことの蛇になるわけです。要するに代々伝わってるものっていうのが蛇の形で継承されるんですね。だから鏡の中に私たちは何を見るかって、神社仏閣になぜ鏡が置いてあるかっていうと、その鏡を見たら映るものは私ですよね、自分ですよね。自分は自分の姿は昔の人は知らないんですよ、見たことないから。あ、お母さんがいるとかお父さんがいるとか言うわけですよ。だからでその鏡を持ってして、天照大御神はもはらこう鏡を見さんとてって言って、要するにその鏡のその中にいるのは私だと、要するに私があなたたちの全ての母であるっていうふうなことで、あの古事記とか日本書紀なんか書かれてるんですね。要はそれは、だから天照大御神は鏡で象徴されるわけです。でも鏡は本来は自分なんですよ。自分が映ってる、自分は全ての今までの私ができるまでの全ての先祖の集約した姿なんですね。これが信仰として、これがもしかしたらこういうところを縄文時代の人たちも何かしらの形で捉えていたというところから、縄文ヴィーナスとか、まあ、要するに土偶ってね、大体女の人のふくよかな形、だから頭に蛇が乗っかってたり、ここ切ったところに蛇があるっていう形なんですね。これはおそらくそういった、私たちが思ってる以上に、あのそういうことを認識してたんじゃないかなって思うんです。だから、携帯模写をして体形でもってその、形とかその技とかね、要するにその動物の持っている能力を自分の中に入れていくということのトーテムポール的なもの、生き残っていく力ですね。自然界の中で動物がどういうふうに行動していて、どういう力を持っているのかということをずっと観察をして受け入れていく力と、それから蛇が持っている力、これを例えたというか、人間のこのずっと頭脳的な、だから縦と横みたいな感じ、これをですね、私はその最初の先生が話しているところにあったっていうのと、あとは初めは言葉ありきという言葉がよくありますね。あの聖書とかでも何でも最初は初めは言葉ありき、言葉ありきっていうのは要するに人間がいるかどうかっていうのを示すかどうか、私という存在があるかどうかっていうのを示すのはやっぱり言葉っていうか声だったりとかするので、音だったりとか、その自分が声を出さなければ自分の意思というものを伝えられなかったりとかもするので、まあ、そういうところが最初の方にあったかなっていうことを先生の話から思ってました。あとはまあ男女の方に関しましては、まあだからすごいね、根本から捉えるっていうことは本当に根本から捉えるんですね。足の大地の下から、大地の下に、だからぬかずくのもね、大地の下なんですね。大地の下にぬかずきて、そしてそこからそのもう祈って、いろんなものを受け入れるみたいなこととか、そしてまあ男女平等は、やはりその、まあ、アイヌ的な感じで、例えば冬行動するものってマタギって言葉がありますが、マタギって冬行動するものっていうようなアイヌ語から来てるんじゃないかなと思うんですけど、冬の季節は男の季節で、サクですね、サクは女の季節って言われていて、これが、女の人たちはいろいろこの採集とか、栽培とか、そして、その海のものとかを持ってきてそれを保存食にするみたいな、で女の季節男の季節、要するに二元論的にいろんなものを捉えて考える。だから春とか秋とかって微妙な季節はね、あんまり認識してないんですね。冬夏みたいな、そこでそういうその分かりやすいところでのあり方っていうのがあるということ、それからあと、割とこの海外から来た人たちがなぜ同化しやすいかということですね。これはね、あの大地の力っていうのもすごくあって、例えば日本という国はですね、あの何ですかね、物が
訓化しやすいって言葉があります。訓化っていうのは、例えばズッキーニを持ってきて育ててるとすぐキュウリに戻っちゃうみたいな、うんうんうん、だから土地そのものが、まあ、酸性で酸性の土で、そしてまあ遺体とかもね、割と土葬にしてもすぐ消えちゃったりとか、うん、割と溶けやすかったりとか、そしてその作物もいろんな作物を持ってきてもやっぱりこう先祖返りしやすいみたいなところで言われてるんですね、うんはい、ということは、先祖返りしやすいっていうことは大地の大元というふうに考えるとですね、人間の本質的なところに戻るっていうふうに考えると、うん、本質的なところ、すにああだとかこうだとかいろいろ理屈で作られた西洋文化が人たちが入ってきてもなんか本質的なところに戻ってしまうような風土というものがもともとあったんじゃないかなっていうのが今先生の考えを聞いてて思ったことです。はい、はい、それ私ですか？いやもうそれぞれが深い話すぎてどこも突っ込んでいいやらって聞くばっかりですけれども、でもあれですね、さっきの土の話のところでちょっと気になったのは、うんうん、つい最近私ラジオの番組の中で金木犀を取り上げたことがあった時に、どうやら江戸時代に中国から伝わってきたというものがあって、でもともと中国には、まあ、オカブとメカブって2つ木の種類、同じ金木犀もあったらしいんですけど、日本に来て来たはずなのに、どうやら今はオカブしか残ってない、メカブがないらしいんですね。で何度も昔の人は、まあ、持っては来てものの、日本に植えるとどうやらなんかオス化してしまう、まあ、オカブになってしまうっていうような説もあったりとかして、ずっとそれが私の中では謎だなっていうふうに思ってて、イチョウもそうです。イチョウあ、イチョウもですか。イチョウも関東から南の方はメカブとオスカブが両方あるんですけど、銀杏がなるんですけど、北海道とかは全くならないですね、銀杏。あ、そうなんですね、やっぱ土なんですかね。土とやっぱ気候、だからやっぱり元に戻っちゃうんですね。なるほどね。第2弾としてはね、今第1弾で僕話したのは、国家とか、それからまあ社会の観点から、日本というのが違うんだというのを見たんですけど、もう一つ日本人というのはあるがままに見てるというふうに思ってるわけですね、自然をあるがままに見ると人間は特殊な動物ではない、まあ、こういう見方をすると、だから最後までじっくり見ると、ちょっと自分だけが特別だなんていう観念で見るのと違うものが見えてくるっていうのが、まあ日本の特徴だろうと。そうですね。それで、人生とか個人というのを見た時ね、日本人がじっくり見るとね、何が分かったかっていうとですね、どうも家庭らしいと、ね、人間の人生ってのは家庭なんだ、家ね、ということに気がついたんじゃないか、だから国家と書く、僕はこれは専門じゃないんで、まあ伊藤先生が何ていうか分かんないんですけど、国なのに家と書くの変だなと、まあ、最初思ったんだけど、どうも日本人の意識は国が一つの家庭で、そこに天皇陛下という親父がいると、家は父親がいて、それで家庭を営んでると、まあ、そういうふうに捉えて、家庭がなければ人間はないというふうに思ったと思うんですね、でじゃあ次、家庭を作るにはどういう形で作った方がいいかと思うとですね、これは女性が全部やった方がいいっていうふうに思ったんじゃないかと、衣食住ですからね、生存するっていうのは家があって、食べるものがあって着るものがあると、でこの衣食住っていうのは女性が得意だと、だから衣食住は全部女性の役割としようと、そうすると家だけあれば人生が全うするかと、敵が来て全部家族が皆殺しになるから、やっぱり守らないなと、そうすると軍事、それから田んぼ耕さなきゃいけない、狩猟の方が、まあ、むしろ狩猟っていうのは男性的であって、農耕というのは女性的に見えるけど、昔は農耕ってすごい大変で、まあ、他の力が必要だったわけですね、ですからこれは男だと、つまり農事と軍事とあと記録文書の作成、この3つが男性の仕事であると、
でまあ農事は最初農業だったけど次第にそれがサラリーマンになって現在サラリーマンと。でこれはその先ほど井戸さんの言われたことは二元論であってですね、男と女は別に比較はしない、うん、女性は女性としての女性というもんである、猿は猿というもんである、犬は犬だ、男は男だっていう、そういう認識の仕方をするから、うん、猿と犬と比べてどっちが上なんていう議論は、うん、猿犬猿平等論なんて分からない。それで家庭というのを作る。そして家庭はあとお母さんと子供でできてるわけですよ、うんうん、で全てお母さんが全てを支配してるんですよ。それは権力者、家庭の権力は、お母さんが持ってる全部。ところがそういう集団には権力の他に権威がいるってことに、まあ、気がついて、うんうん、そして国家全体の権威っていうのは天皇陛下だと、うん、この権威はどうも男の方がいいらしいと。それで家はお父さんがいて、うん、何もしないけど床の間の前に座ってて、おいこらとか言ってると、何もお茶も入れられないと、まあ、いうようなことに気がつき権威と権力を 分離したと、うん、それで男は権力は全くないので、まあ、この前本当の話で言ったように男は派遣労働者として外に派遣させられ、稼いだ給料は全部 100% あの山の神妻に渡し、はい、妻から小遣いを持つというのに論理性をつけたと。で男も実はそれでよくてね、動物のオスというのは全部何の目的かって言ったらほとんど 100% あの守るんですよ、うん、群れを守る、はい、で死ぬためにはね、戦場で死ぬためには何が必要かったらね、うん、損得感情はダメなんですよ、うんうん、損得感情を持ってるとね突撃できないんですよ。戦争って突撃しなきゃダメなんですよね、うん、じわじわと戦うっていう戦争はほとんどないんです。突撃して結果を向こうが鉄砲弾飛んできますからね、うんうん、女性だとねやっぱりね計算しちゃうんですよ、うんうん、いやここで鉄砲のために当たるのもなんだなと。そうすると男性の性格がそれにまたいいんですね、うんうん、周囲のことは全くわからない突撃精神だけあると。でこれが一点で男性は戦争と農業と記録文書の作成、記録文書の作成は難しくてね、僕の感じではね、男性はね想像しちゃいけないんですよ、うん、神様とか全部遠ざかってね、現実だけです。配線はどこにするかとかね、これとこれとつなぐとどうなるかっていうことはちゃんと分かってんだけど、なんか神様とか創造物はダメだからってんで、なんか神社みたいな宗教とか小説みたいなものには男は近寄るなと、うん、これで家庭ができたと、うんうん、ところがね今はなんか知らないけど男と女が同じでいいとか、うんうんうん、それからなんかだけどそうなってみるとね、結構女みたいな男は結構多くてですよ、うん、ね、男性の方が女性っぽい、女性らしいとか女性心遣いもできるみたいな。だからあれこれは今から3万年続いてきたけど違ってたのかなとか思ったりもするんですが、うん、まあそれがだから男女ですから、僕はもちろん男女同権とか男女共同参画全然反対で、うん、でまあ男は軍事農事、記録文書の作成、あとは意味がないから早く死ぬと、まあ、こういう構成じゃないかっていうのが、まあ、僕の考えなんですけどね、うん、いかがでありましょうか、うん、で井戸先生、桃子さんから私ですか、このテーマになると桃子さんが、いやでもやはりあの前々からあのいろんな番組でも武田先生おっしゃってるように、まあ、あの差別じゃなくて区別だっていうね、そう話はとても私は素直にその言葉は受け止めていますし、まあ、それぞれの得意分野っていうのがあって成り立っていた社会であって、
て、やっぱりそれが先生もおっしゃるように西洋からそういった男女同権とか同じようにやるっていう考え方、あたかもそれが正しいかのようにこう広がっていったっていうのが、うん、なぜなのかなっていまだにちょっとそれは疑問ではあるんですけども、そういうふうにこう先導されていったっていう歴史がもしかしてある。でその歴史っていうのはそうさせられなかったような環境ですとかそういった時代背景とかそういったものもあったんだろうなと思うんですけども、だからといってそういった考えを持つ人のことを否定するっていうのもまたちょっと違う流れではあると思うんですけどもね。はい、井戸先生いかがでしょうか。そういった、今いろいろ考えてたんですけど、まあ、権威とか権力、例えば今先生最初に衣食住というふうにおっしゃったんですけど、うん、衣食住の意というのが何で上に来ているかご存知ですか。いや知りません。まあ着ないと凍えて死んじゃう違うもっと宗教的じゃないよ。いや食べなきゃ死んじゃうし、ね、いやでも大体衣食住で大体一番必要なのは食だというふうに思いますね。食衣住だ ね、うん、本当は、うん、でもなんで衣というふうに書くか分かります。ねこれね、女性が着物を着てないと浴場が湧くから。また発展的な。いろいろ、ね、考えたんですけど、意というのはその人を示すものなんですね。うん、例えば名前であったりとか、うん、覆ってるもの。外側の部分っていうことですか。そうそうそう。だから例えば、ボロボロの服の人がやってきて、うんうん、一夜を貸してくれって言ったらみんな断ったりするわけですね、うんはいはい、この人はだからよく庶民将来の話にあって、はい、貧乏神がやってきて一夜の、ねうん、宿を貸してその食事をくれって言ったら、うん、もうみんなもう追い返したわけですね、うんうん、それをまあ庶民将来だけがその人を受け入れたと、うん、そしたらその人が実は貧乏神に見えるんだけど、うん神様だったと、うん、で神様だったんで、疫病神これからねすごい疫病が流行るけれどもあなたは庶民将来の子孫というふうにそこに書いておけば、うん、みんな治りそこの一切の疫病を受けないという、うんまあ、そういったお札をね、頒布したみたいなそんな話があるんですけど、いや何かっていうと見てくれではなくその人の本質を見るっていうことなんですが、うん、だいたい人間っていうのはその見てくれで、見てしまうわけですね。最初の第一印象ってだいたいこうその人はどういう人なのかっていう、まあ、そういったところで例えばアイヌの人たちっていうのは自分で作ったものではなくて、まあ、自分が作ったものとその他の人が作ったものっていうのは他の人のところまで、まあ、なんですかね侵入しないというか、別に自分の技術は自分の技術、人の技術は人の技術ということでそれを凌駕しないわけですね。でだから刀を例えばアイヌが刀を作れたとしても刀は作らないで和人から買うみたいな、でその刀が来るかどうかその洋服が自分のところにやってくるかどうかってこれがね要するにその権威なんです、うん、そのものが自分に寄ってくるのはそのものが自分を選んだっていうことで、で強いものが自分を選んでくれる、要するに美しいものが自分を選んだっていうことは、うん、その人の一つの、うん、呼び寄せる力ですね、うん、引き寄せ効果みたいな、うんはい、なので、うん、だから私がこれが好きだとしてもこれものを手に入れられなければ、うん、それは自分の、ね、着物にすることはできないし、うん、だからその手に入れる力みたいなものを意というふうに言ったというふうに、要するにその人を示すものですね、うん、がだから意というのは非常に重要だった。だから江戸時代までは男の人の髪型って60種類以上にわたっていて、そんなにあったんですか。そうですね、髪型ね、うん、だから髪の毛をねこうやってやられるとちょんまげこうやってやられただけで、うんうん、もう死んじゃうぐらい辛かったわけですよ、ね、それが灰刀カッテレーとか、うん、要するに髪の毛を切ってね、うんうん、刀も落とさなければならない時の心情っていかほどばかりかっていうぐらいだったんです。それは髪型が自分たちの身分制度を分けていって分けていた、うんうん、でどういう人間かっていう要するに名刺代わりみたいな、うん、だからその髪をしていると私は何者でっていうことを示せたので、うんうん、それらがそのコミュニケーションに非常に重要だったんですね、はい、だから今ちょっといろいろ話を聞いていて、うんうん、そのやっぱコミュニケーションっていうことですね、うん、例えば縁とか、はい、だから、最初にその家庭とおっしゃいましたよね、うん、家庭っていうのもやっぱ縁がなせる技ですね、うん、で仏教とかにおいても仏教は縁の宗教というふうによく言われていて、うん、結局その人の流れとか縁がなければその人は何者かわからない、はい、その人を示すのは結果的には最終的に、まあ、死んだ時ですね、死んだ時にその人がわかるっていう、でどういう人がお通夜に来たかとか、うん、お葬式に来たかとか、うん、
でどういう人だったかっていうのを結局私はこういう人間だって一生懸命言ってもいや違うよとあなたはそういう人じゃないよって言われたら一発で違う人間になっちゃうって、うん、要するにその人がどういう人間かっていうのは周りが決めてるってことなんですね、うん、これも異なんですね、うんうん、だからそういう意味で今なんかこう縁ということと、それからまあ陰陽ということもいろいろ含めてですね考えてたんですが、うん、あともう一つは国なんですが、うん、日本という国はあの、まあ、国っていうのはあの旧字体で書くと、はい囲いをして中で保護で守る人を示してます、はい、だから周りを囲いをして保護で守るような国じゃないんですねこの国は、うんうん、だからどちらかというと先生の国彦の国なんですよ、うん、まさに連邦的な、うん、要するに小さいつながりがずっとつながってるというのがその小さいつながりがその家庭がねその、確たるものであればあるほど、うん、この国は強くなるんですね、うんうん、という、ことをちょっと思って聞いてました、うんはい、ありがとうございます、はいということで今日はあの、井戸先生の講義の後を受けて名前なんかいい案が、はい、浮かびました、いい案ということではありませんけれども、まあ、おまけの話という感じで、まあ、本当の話の番外編の深い話ではありますけれども、はいはい、おまけの話ということで、はいまあ、武田先生が、まあ、常々最近思っていらっしゃる話ですとか そうですね、そしてその話を受けて、まあ、井戸先生のまた深いところで の、はい、その日本文化というのを絡めたところでの話を伺ったということで、はいはい、大丈夫でしょうかね、はい、大丈夫です、はいということで以上をもちまして、最初にはタイトルコールを入れておりませんでしたけれども、武田邦彦本当の話番外編の深い話そしてそれがおまけの話ということでお届けいたしました、はい、皆さんありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。